ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。霊夢は、人工島というのを知っているか。知っているわよ。ニュースでしょっちゅうやっているもの。中国が、南シナ海を埋め立てて作った島でしょ。その人工島が、大問題になっているんだぜ。そりゃあ、勝手に自国の領海だと主張して、海を埋め立てているんだもの。周りの国は大迷惑よ。人工島は、迷惑どころか、大災害につながる可能性をもはらんでいるんだ。大災害って、そこまで大きな問題になっているのね。そうなんだぜ。領有権の問題はもちろんだが、経済的にも地政学的にも大きな問題だし、環境も破壊している。それどころか、中国が莫大な金をかけて作った人工島自体が、消え去ってしまうかもしれないんだぜ。消え去ってしまうってどういうこと？詳しく知りたいわね。今回は、中国の人工島について深掘りしていくぜ。まずは、中国が人工島を作る理由から、解説していくぜ。よろしくお願いします。それでは、ゆっくりしていってね。中国が人工島を作っている南シナ海水域は、経済的にも地政学的にも重要な場所だ。南シナ海は、非常に豊かな資源を持っている、世界の漁獲量の約 15% を占める海産物があるし、約1兆6500億リットルの石油と、190兆立方フィートの天然ガスもあるんだぜ。ものすごい資源が眠っているのね。それだけじゃないんだ。2021年には世界貿易の 22%、約800兆円相当が、この海域を通過したんだ。これは、世界の総船舶の3分の1に当たる量なんだぜ。だから、中国がこの海域を狙っているのね。そうだ、中国は2049年までに、世界の超大国になることを目指しているんだ。その理由は、内戦で、中国共産党が国民党を打ち負かし、本土で権力を握った記念すべき100周年に当たるからなんだぜ。だが、中国政府に不都合なことは、地理的条件が、この目標達成を妨げていることだ。中国は、敵対する国々の島に囲まれていて、中国経済が依存している海上輸送ルートを、遮断される可能性があるんだぜ。確かに、日本やフィリピンが邪魔で、太平洋へのアクセスが制限されているものね。だから、この地理的不利を克服するために、中国は戦略的に重要な東シナ海での影響力を拡大し、係争中の島々を掌握し、これらの地域に巨大な人工島を作り出したんだぜ。そして、飛行場や格納庫、レーダー基地、対空兵器などを備えて、軍事力を強化していったんだ。中国の近隣諸国とアメリカは、人工島の建設に警戒心を持ちながらも、中国が瞬く間に人工島を建設して、軍事化したことに驚愕したんだぜ。確かに、人工島の建設があっという間だったのは、ニュースを見ていてわかったわ。中国は人工島を建設して、この地域を軍事的に強化することで、南シナ海の天然資源を独占し、他国のアクセスを阻止しつつ、海域を通過する船には、高額な通行料を課すこともできるようになるんだぜ。でも、南シナ海って結局、他の国々に取り囲まれているじゃない。中国にとって不都合なのは、周辺の国々がアメリカと手を握っていることだわ。南シナ海でいられるようになるかもしれない。お金は重要かもしれないけど、地政学的に見たら、結局抑え込まれてる形じゃない。第一列島線の話か、日本の南から台湾を経由して、フィリピンまでを封鎖することは、確かに難しくはないだろうな。封鎖すれば、中国本土への海上輸送を妨害、あるいは、遮断することが可能になる。だが、重要なのはマラッカ海峡だ。マラッカ海峡は、マレーシアとインドネシアの間に位置する、非常に狭い海峡で、世界の海上貿易において、欠かせないルートの一つなんだぜ。中国は自国のエネルギー資源の大半を、この海峡を通じて輸入していて、2016年には、毎日約1600万バレル、約25億4000万リットルの石油が、この海域を通過したんだ。この数値は、今ではもっと高くなっているはずだ。このため、この海域は中国にとって、マラッカのジレンマと呼ばれているんだぜ。海峡が狭くて脆弱なため、何らかの原因でこのルートが閉鎖されたら、中国のエネルギー供給に、深刻な影響が出る可能性があるんだ。中国はこのジレンマを回避するために、人工島の建設と軍事化を進めることで、より多くの船舶、航空機、ミサイルを、マラッカ海峡や、他の重要地域に配備して、その影響力を高めて、アメリカ海軍が行う、第一列島線への圧力を分散させようとしているんだぜ。
中国は、フィリピン、マレーシア、ベトナムなどの存在を無視して、南シナ海を支配下に置いて、自らの利益を最優先しようとしているのね。ハーグ裁判所が、中国の領土主張を認めないと言ったけれど、この判断を完全に無視しているわ。強い国が我が物顔で振る舞って、弱い国が泣き寝入りをするという、よくある構図ね。中国が人工島を作り始めたのは、つい最近のことよね。そうだぜ、次は、中国の人工島建設を、時系列を追って解説していくぜ。お願いします。1970年代以降、中国は軍事手段を、ベトナムからパラセル諸島、つまり、西沙諸島の支配権を奪取し、南シナ海へとその影響力を広げてきたんだ。2012年にはさらに、フィリピンからスカボロー礁の支配権も奪い取り、南シナ海での、新たな展開を見せ始めたんだ。2014年5月15日に、フィリピン外務省が、中国が、ジョンソン南省を埋め立てているという、時系列の写真を公開したのが始まりだぜ。そして、中国が2014年に入ってから、大量の土砂を投入したということが判明したんだ。2014年からだったの、やっぱりつい最近のことね。いや、表沙汰になったのが、フィリピン外務省の公表だったので、それを始まりと言ったんだ。中国は、その前から埋め立てしていたんだぜ。そうかー。表沙汰にならなければ、私たちが知ることはないものね。ジョンソン南省は、2012年3月の時点では、目立つものはなかったんだが、2013年2月の時点では、建造物が確認でき、2014年3月には、すっかり埋め立てられていたんだぜ。フィリピン外務省は、この中国の行為を、フィリピンの領域内で行われているということから、国際法に違反していると批判したんだ。フィリピン政府は、2014年5月にミャンマーで開かれた、東南アジア諸国連合首脳会議で、非公式に、この行為について問題提起をし、中国に対して抗議をしたんだぜ。これに対して中国は、自国領で行っていることだ。何を作ろうと中国の主権の範囲内だと拒否したんだぜ。中国の答弁はいつも同じね。2014年8月に、フィリピンが中国に対して、南沙諸島問題の平和的解決を目指す。南シナ海行動宣言に違反していると抗議したんだ。埋め立てられたジョンソン南省は、ベトナムからは島ではないと指摘されている。満潮時に、すべてが海面下になる岩礁ならば、埋め立てをしても、国際法では、領海や排他的経済水域の根拠となる、島とは認められないんだ。中国は同様の工事を、複数の岩礁で進めていたんだぜ。中国は、2014年11月24日、フェアリークロス省に、滑走路などを備えた人工島を建設していることを認めた上で、中国人民解放軍のラエン少将が正当な行為だと述べてアメリカに反論して、この問題にアメリカは口出しすべきでないと主張したんだ。その前の週にイギリスの国際軍事専門誌であるジェーンズ・ディフェンスがファイアリークロス省での人工島造成の記事を掲載したんだ。これを受けてアメリカは中国に埋め立ての中止を求めて、関係各国にも、同様の行為を行わないように促していたんだぜ。ラエン少尉は、フィリピン、マレーシア、ベトナムにも軍事施設を建築済みで、中国は国際社会の圧力に耐えて、建設を続行するとも主張したんだ。同じく24日に、中華人民共和国外交部の、フア・チュンイン副報道局長も、記者会見で、ファイアリークロス省周辺を埋め立てて、滑走路を建設していることを、事実上認めているんだぜ。国際社会からどれだけ批判を浴びようとも、力ずくでやり通すのが中国のやり方だもの。2015年3月、当時、アメリカ太平洋艦隊の司令官だった、ハリー・ハリス提督が、中国の人工島のことを、中国の砂の頂上と表現したんだ。ハリー・ハリス提督って、米国史上初の、日系海軍大将よね。うまいことを言うわね。2015年5月20日には、国際空域を飛行していた。アメリカ軍の P-8 対戦哨戒機に対して中国人民解放海軍が強い口調で K-8 回も退去を命じる行進を行って緊張が高まったんだぜ。5月31日に中国人民解放軍のソン・ジェングオ副総参謀長はシンガポールでのアジア安全保障会議で南シナ海での岩礁の埋め立てに関して正当かつ合法で、埋め立ての目的の一つは、軍事防衛上の必要性を満たすためだと主張したんだ。6月30日の記者会見で、
中国外交部のフアチュンイン副報道局長は、埋め立てについて、すでに、埋め立て作業は完了したと言ったんだ。今後の関連施設の建設は、当然、軍事防衛上の必要性を満たすことも含むと強調したんだぜ。何が何でも、軍事力が解決の方法なのね。7月2日に、アメリカのシンクタンク、戦略国際問題研究所が、中国が浅瀬を埋め立てて、施設の建設を続けている、ファイアリークロスショーの様子を、6月28日に撮影した衛星写真を公開して、駐車場や誘導路が整備されている様子が、確認できると指摘して、3000メートル級の滑走路が、ほぼ完成しているとの分析を明らかにしたんだぜ。さらに、2つのヘリポートと、10機の衛星アンテナ、レーダー等と見られる施設が、確認できると指摘したんだ。8月6日には、戦略国際問題研究所は、中国が埋め立てを進めているスビショウの、最近の衛星写真を分析して、人工島に幅200から300メートル、直線3000メートル級の直線の陸地が、できている可能性を指摘したんだぜ。すごい勢いで埋め立てているのね。日本は、7月21日に閣議報告して了承を得た、平成27年版防衛白書で、中国が、南沙諸島で強行している、岩礁の埋め立てについて、国際社会から懸念が示されていると、指摘するとともに、中国の艦船や、航空機による、東シナ海や南シナ海への進出で、不測の事態を招きかねない、危険な行為も見られると、危機感を示して、公海での航行や飛行の自由が、不当に侵害される状況が生じていると非難したんだぜ。アメリカ国防総省も、8月20日に、アジア太平洋での海洋安全保障戦略と題した、報告書を公表したんだ。中国が、2013年12月に、南沙諸島での埋め立てを開始して、2015年6月までに、約12平方キロメートルを埋め立て、その面積が、周辺諸国による埋め立てを含めた、全体の約 95% に当たることが明らかになったんだ。また、埋め立てから滑走路や港湾施設の建設による、インフラ整備に重点が移行していることも指摘したんだぜ。9月15日、戦略国際問題研究所による衛星写真の分析から、中国が南沙諸島で造成した人工島で、3本目となる滑走路を、ミスチーフ礁で建設している可能性があることが、明らかになったんだぜ。9月25日に訪米した、中華人民共和国主席の習近平が、アメリカ大統領のバラク・オバマと、ホワイトハウスで会談したが、中国が軍事拠点化を進める、南シナ海問題での進展はなかったんだ。南シナ海問題に話が行きそうになると、露骨に話をすり替えたんでしょうね。中国お得意のやり方よね。10月時点で、中国が埋め立てているとされているのは、実行支配しているスビ礁のほか、ファイアリークロス礁、クアテロン礁、ミスチーフ礁、ヒューズ礁、ジョンソン南礁、ガベン礁、エルダド礁の7つの岩礁だ。各国は、中国が岩礁を埋め立てた人工島を軍事拠点化し、地球上でやり取りされる、原油や液化天然ガスの半分近くが通る、南シナ海の支配を強化することを懸念しているんだぜ。中国が南シナ海の支配を、既成事実化しようとしているのは明らかだもの。心配するのは当たり前よ。2016年、中華人民共和国交通運輸部が建設した、スビ礁の灯台が完成し、ジョンソン南礁、クアテロン礁に続いて、4月から運用を開始したんだぜ。5月13日、アメリカ国防総省が発表した、中国の軍事力に関する年次報告書では、中国が南沙諸島で、2015年末までに埋め立てた面積が、約13平方キロメートルに達したと分析しているんだ。13平方キロメートルとは、随分と埋め立てたものね。中国は7つの岩礁を対象に、合計で13平方キロメートルもの土地を、一気に埋め立てたんだ。この迅速な埋め立てが可能だった主な理由は、中国の掘削船の高い能力にあるとされているんだぜ。例えば天津号は、4200kW の強力なカッターを使用して、海底を掘り進めることができるんだ。掘り出された土砂は、パイプを通じて埋め立て地に運ばれて、積み上げられるんだぜ。さらに、深さ30メートルまで届くカッターを使用して、1時間に4500立方メートルの土砂を、掘り進める船も存在するんだ。高性能な船が揃っているから、こんなに早くできたのね。2014年、2月から3月にかけて、南沙諸島のジョンソン南礁で、これらの掘削作業が行われたことが、確認されたんだぜ。今やこの領域は、
中国によって占領され、完全に軍事化されてしまっているんだ。ジョンソン南省は小さいが、対空砲やレーダーシステムが設置されていて、この領域で敵対行動があった場合の、防衛策として利用されるんだぜ。他の人工島と比べても、ジョンソン南省は、より充実した武装を施され、高度な軍事施設の、試験運用が行われているんだ。武力を誇示するためならば、国際法に反しても構わないと考える国だもの。アメリカ海軍は2010年から、中国の人工島建設への対抗措置として、航行の自由作戦を実施しているんだ。この作戦により、アメリカ海軍の艦船や、航空機が、人工島の周辺を航行することで、南シナ海の航行の自由を確保しようとしているんだぜ。航行の自由作戦が、実際に南シナ海の状況を大きく変えたわけではないのだが、航行の自由作戦を終了してしまうと、事実上、この領域での軍事的優位を中国に譲ることになり、中国に、この海域での足場を固めさせてしまうと、周辺国を含む国家安全保障の専門家たちは、主張しているんだぜ。航行の自由作戦は、日本や韓国などの同盟国に対しても行われている活動で、パトロールのようなものだけど、中国に対するものというイメージが、定着してしまったわね。そうなんだ。日本では2020年12月15日、アメリカ海軍が対馬海峡周辺で、航行の権利と自由を主張しているんだ。アメリカの行動が、中国に対するものだけとは限らないことが、よくわかる事例だぜ。アメリカ海軍による警戒活動は、大きな効果を上げていないが、アメリカに依存しなくても、中国の野望を徐々に封じ込めてくれる力があるんだ。なんなのそれは。これは中国の人工島が、大災害と呼ばれていることにも大きく関係しているんだ。周辺の国々にとっては、人工島の存在自体が大災害だけどね。それじゃあ、今度は、人工島が大災害と呼ばれている理由について解説していくぜ。お願いします。霊夢、中国の野望を封じ込める力とは、何だと思う？なんだろう。世界中の国が、中国の野望を封じ込めるために、結束したとでも言うの。違うぜ、それは大自然の力だぜ。大自然が、牙を剥いたのね。そうだぜ、大自然の脅威と、中国の建設技術の低さが原因で、人工島は消えゆく運命にあるんだ。莫大な費用をかけて作った人工島が、海の木図となってしまうのね。人工島を効果的に使用するには、島としての持続性が必要になるが、人工島が侵食されて沈み始めているのが、2019年に明らかになったんだぜ。もう沈み始めているのね。そうなんだ、ウッディ省の人工島には、重爆撃機が着陸できる滑走路があって、2018年以降、実際に使用されているんだぜ。だが、南沙諸島の島々には、2020年まで、人民解放軍の戦闘機が着陸することはなかったんだ。南沙諸島の中国の基地には、使用されていない滑走路があるんだぜ。人工島と滑走路が、実際には軍事利用に耐えられない。あるいは、その機能を失ってしまっているのではないかと、言われているんだ。海域の天候や、気象条件も大きな問題なんだ。強力な台風が直撃すれば、粗悪な中国のコンクリートでは、崩壊する可能性があるんだ。地球温暖化による海水温の上昇で、南シナ海では、より強力な台風が頻発することになるだろう。だが、中国は緊急事態に対して、何の準備もしていない。温暖化って台風だけじゃなくて、海面上昇も引き起こすわね。人工島にとっては死活問題じゃない。そうなんだぜ、中国の人工島には、海面上昇への対策である、防潮堤などが建設されていない、八方塞がりの状況なんだぜ。武力をいくら誇示しても、自然の力の前では無力だものね。中国政府が期待するほど、人工島は安定していないんだ。エコノミスト氏の報告では、中国が、人工島の基礎に使っているコンクリートは、海域特有の自然条件、高濃度の塩分を含む海水や激しい波、台風の影響などに、耐えられる品質ではない。自然条件に対応できずに、スポンジのようになっているとしている。コンクリートがスカスカじゃ、何の役にも立たないわね。それに、中国の建設業界では、汚職が横行しているんだ。業界内の腐敗は、以前から問題視されているんだぜ。2019年、中国の航空母艦、遼寧の製造を監督していた、スーボー氏は、汚職の容疑で有罪となって、懲役12年の判決を受けているんだ。人工島の建設工事の手抜き工事では、本来なら、海底に金属製の支柱を打ち込んだ後、
島の周りに防波堤を築く必要があったんだが、これらの重要な予防措置を怠ったために、いくつかの島では、構造的に脆い状態になっているんだぜ。だから、自然によって、元の状態に戻されつつあるんだ。中国としては、地政学的に重要な任務だったんだが、企業にとっては、速さとコストの削減が、最優先事項だったんだ。そもそも中国は、南シナ海のような厳しい環境に頼る構造物を、建設した経験がほとんどない。経験不足に加えて、秘密保持のために、外国の専門家の採用を避けたことが、状況をさらに悪化させているんだぜ。だから、島の土台や軍事基地インフラが、適切に整備されなかったんだ。厳しい自然条件に加えて、手抜き工事じゃ、島も沈むわよね。島が沈んだら、自然環境に与える影響は計り知れないだろうな。だから大災害とか、砂の頂上とか言われているのね。その通りだし、すでに人工島を作る時点で、環境破壊は起こっているんだぜ。中国の人工島は、海面ギリギリに建てられているだけではなくて、自然の防波堤となるはずの、広大な珊瑚礁や、マングローブ林を、工事の際に自ら破壊してしまったんだ。珊瑚礁って寄せる波を壊して、波のエネルギーを拡散させてくれる、自然のバリアーだものね。珊瑚礁があると、波が運んでくる堆積物が、浅くて平らな場所に定着しやすくなる。そして、その上にマングローブが生育するんだ。マングローブ林は、珊瑚礁よりも、嵐や高潮の影響を分散してくれるんだ。気候変動や海面上昇、そして、強力な台風から守ってくれるのは、自然が作り出した、珊瑚礁とマングローブ林なんだぜ。中国が作った人工島は、自然からの贈り物を破壊して作られたのね。まさに、人類にとっては、国によって起こされた、大きな公害だわ。大災害と言われるのも無理ないわね。これだけでは済まないかもしれないぜ。人工島が沈んだ時に、何が起こるか想像できないからな。これ以上、悪いことが起きなければいいんだがな。今回の、大災害と呼ばれる中国の人工島の話を聞いてどう思った？未熟な技術で人工島を作ると、災害が起きるかもしれないということが、よくわかったわ。それを国の利益のために、武力で強引にやったのだから、大災害と言われてもしょうがないわね。でも自然は偉大だわ。結局は中国自身に跳ね返るんだもの。中国が人工島に使った莫大な資金は、全部海の底に沈むかもしれないんだから。人工島が消滅するときに、新たなる災害が起こらないことを祈るぜ。ということで、大災害と呼ばれる中国の人工島の話は、ここまでだぜ。今後も様々な情報を発信していくから、ぜひ高評価、チャンネル登録をしてくれよな。こんな島について解説してほしい。というコメントも待っているわよ。それではご視聴、ありがとうございました。